三重県スポーツ協会に所属する児玉美希選手はスキー板2本を平行にして進んでいくクラシカルとスキー板を8の字にしてアイススケートのように進んでいくフリーで合わせて15キロを滑走するスキーアスロンに出場する予定です。す三重県からスキののの代表としてて冬のオリンピックに出場するのは小玉選手が初めてです。 同じく三重県スポーツ協会の小坂凛選手は。一斉に複数人がスタートし、順位を競う。スピードスケートのマススタートに出場する予定です。あの二人ともですね、本当に。あの。なんていうんですか。穏やかなですね。明るくて。 素晴らしい女性ですよ、はい、これまで冬季の種目にあまりこう関心のなかった方々もです、ね、ぜひ、この機会にです、ね、こうテレビを通して応援をしていただいてあの頑張っていただければなというふうに児、ね、玉選手が出場する女子スキーアスロンは明日小坂選手が出場する女子マススタートは今月19日に行われます。